マルチカーは、ドイツのバルタースハウゼンの箱ベルケ、GMBH マルチカー工場にて製造されている多機能の小型トラックである。また、旧東ドイツの IFA のブランドのうち、唯一生き残っているものである。農作業や資材運搬のほか、清掃車、除雪車などとしても利用されている。1920年、現在の会社の前身となる、エイド社が設立された。 この会社の名称は創立者の名アーサー・エードにちなんでいる。エード社は農業機械、トレーラー、クラッチなどを生産した。第二次世界大戦後、バルタースハウゼン製作所という名称で1946年に創業を再開した。1948年にはベブ・バルタースハウゼン車両工場と解消した。 この名称は1991年の民営化まで使用された。1956年にはディーゼルの働きありという通称で知られる DK3 型トラックの生産を開始した。DK3 型はルートビヒスフェルデ工場で開発されたディーゼルエレクトリック方式の車両であった。2年後の1958年にはマルチカーとしての最初のモデルである。 M21 型の生産が始まった。1964年までに1万4000台の M21 型がバルタースハウゼンの工場から納車された。次の10年間には M22 型の生産ラインが稼働し、4万2500台が生産された。また、1978年までは M22 型の後継である M24 型が合計して2万5600台。 生産され、そのうちの48%が輸出に回された。IFA が開発した3 3ットのエンジンを搭載した M25 型は東ドイツの主要輸出品目となり、生産されたうちの70%が米根加入諸国と西側諸国に輸出された。マルチカーシリーズは1991年までに約10万台が生産された。また、 1991年以降は、フォルクスワー原製のエンジンを搭載した、モデル91型として生産が継続された。1991年、旧東ドイツの国営企業が民営化され、ハンスコフホサンの略称を取った、ハコベルケ社となった。会社再建の原動力となったのは、マルチカーブランドにおける、資材管理の元ディレクターであった、マンフレット・ビンドゥスであり、 彼は1993年に社長に就任した。1993年から2009年までは M26 型が生産された。1998年、箱社はドイツの株式ファンドであるドイチェ、ベタイリーグンスゲゼルシャフトが保有する株式を購入し、筆頭株主となった。また、トレモ及び UX100 の生産拠点がバルタースハウゼンに移された。 2001年には新シリーズフモの生産が開始された。2004年からはクラウス・マッファイ・ベイクマン社と協力し、ドイツ連邦軍用の装甲車 ESK 文ゴの生産を開始した。2005年、箱社社長のワルター・ボッツチャルッキは、ドイツ連邦大統領ホルスト・ケーラーにより、プールルメリット勲章を授与された。現行の M27 型フモ及び特に小型の トレモはユーロ号排出基準を満たすエンジンを搭載している。現在は1日あたり7台が生産されている。ありがとうございます。